生活ですということで、ファイナルチャプター最後、ホットラインマイアミ1の方の最後をやっていきたいと思います。じゃあザックで、これが家か、すごい豪邸だな。デブがいる。ほっ、ノー。え、これってさ、うん、なるほど。こいつを吹っ飛ばして、こいつを吹っ飛ばして、こういうことか。よし、フロアクリア。武器はないけど、わあ、すごいスーパーカーみたいなのいっぱいあるな。羨ましい。じゃあちょっと上行くか。瓶がある。あ、なんだ、いきなりボスか。おや、どちら様かな。部下たちを殺してるクソ野郎の一人ってとこか。おしゃべりをしに来たわけじゃなさそうだ。だったらさっさと済ませようじゃないか。何を。なんか来てる。よし、 OK。 おい、ちょ一発は死なないのね。わかった。ちょっとお話はいいんで。うわー、こいつらをまず倒すのが関門だな。よし、オッケー。私にお任せ。なんだこいつ。ここつら。これどうしたらいい。これさ、何回もその話聞かせてこなくていいから、マジで。ほんとうざいわ。もうさっさと戦闘だけやろ、戦闘だけ。こいつ強すぎない？なるほど、多分こいつらを殺しちゃいけないのか。これを殺すと、あのお任せを女が来るから、うまいこと隠れて、これであいつを、本体をぶっ殺しに行くみたいな。え、じゃあこれトロフィー取りに行っちゃダメだな。おお、なんだこれ、エレベーターがある。乗って行っちゃえよ先に。はい、ということで、なんかものすごい数死んだんですけど、やり方が分かんなくて、ちょっとここだけね、攻略っていうかやり方を見させてもらいました。どうやらまずこれを手に入れて、こいつを倒して、そう、これで、そう、こういうことをねしないといけなかったみたいです。
あ、読むの忘れちゃった。知りたくなるのがマスクの下に誰がいるのか。おおお、あ、なんだ。あ、なるほど、なんかリロードしてる間に、お、刺さった。なるほどなるほど、ちょっと読めなかったから何とも言えないけど、なるほど、そういう展開か。だがお前の思い通りにはさせん。すごい、あ、ちょっとやたら簡単に終わってしまったけど、あ、電話かかってきてる。何、ちょっとあの読めなかったところはあのおのおのね、あの読んで一時停止して読んでください。なんか普通にあっさりいっちゃって、もしもし、もしもし、なんで下で何をしてるんだ、うるさくて眠れんぞ。誰もいないのか、聞こえるか、もしもし。ああ、くそ、これだから電話ってやつは。ガチャ、誰か来るのか。お、これは、お、フロアクリア、リボルバーかな、なんだこれ、何を持ったんだ。まあなんか上のやつが騒いでるみたいだからちょっと行こうか。どんな人なのかわかんないんですけど、あ、ジジイがいるな。いや、なるほど、騒ぎの元凶はお前か。さっきの電話とだいぶ違うけどね、声が。何しに来た。まあ細かいことはどうでもいい。でもこの目の色的にあの友人な気がするな。友人が追いぼれたやつ。わしくらいひどい真似をあれこれやってると何もかもどうでもよくなってくるんだ。見ての通りわしは逃げやしない。ほれ、遠慮なく用事とやらを済ませたらどうだ。おお、勝手に撃ったな。で、あ、マスク外した。ぽい。で、急にタバコを吸い始める。いや、このジジイは友人じゃないのかな。何なんだ一体。どういう話だ。で、これは携帯か、スマホか。スマホじゃないな。スマホなんてこの時代にはないからな。何を捨てたんだこれ。タバコのパックか。近づいてきてる。あ、写真？写真か？ジ、エンド？あー。終わりましたけど。なんかひどくあっさり終わってしまったな。まあそれがね、このホットラインマイアミだと思うんですけれども。ということで、次の日からはなんと2が控えてると。これ以上にね難しいらしいので、ちょっと気を引き締めていかないと収録時間とそのできたねビデオの時間が比例すらしなくなってくる可能性もあるので、私はね気合を入れてやっていきたいと思います。で、このゲームの感想とか総評としては、まあね万人に勧められるものではないかなと。ああ、これだってね、まあなんか結構平面表現とかいろいろそんな感じでグロくなさげっていうか、まあなんかドット表現みたいなのでグロくなさげに見せかけて、まあやってることはえげつないので、まあ、子供とかにはね、あのやらせられないですよ。グランドセフトオートとかと同じ感じだよね。はい、ということで、まあお子様とか、まあそういうバイオレンスが嫌いな人にはおすすめできないけれども、なんだろう、ダークソウルとか好きな人は結構いいのかなって思ったりするけど、このね死にながら覚えていく感じがね、ダークソウルみたいにこうパワーアップシステムはないので、まあいろいろあの頭を使ってそのどういう順番でやっていこうかっていうのを自分で考えて成長していくっていう感じにはなるんですけど、はい、ということでホットラインマイアミはこれにて終了となります。で、次回からは2が始まりますので、よければねそちらの方も楽しみにしててください。ということで、また別の私のビデオであることを楽しみにしております。それじゃあバイバイ。
俺をバカにしてんのか。答えろよ。おい、何か大事なことを隠してるだろ。こんなことになったのもお前のせいだ。面白いことになるって言ってたよな。冗談じゃねえぞ。もううんざりなんだよ。俺は降りる。抜け方を教えてもらうぞ。こんなクソみたいなゲーム終わりにしてやるよ。わかったわかった。落ち着けって。どれだけ厄介なことになってるかわかってないだろ。はあ。ダウンタウンに小さなチャイニーズレストランがある。ブルードラゴンって店だ。そこにいる男に聞けばわかる。俺の名前だけは誰にも言うなよ。頼むぜ。ただでさえ俺は死んだも同然なんだ。あれ続いてるっていう感じで。あ、なんか外出れるけど。なんかこいつバイカーっていう名前らしいですけど。どういうことだ。チャプター5が始まっちゃったけど。アンサーズ。何これ。何これ。え、ファイナルチャプターだったじゃん今の。何、どういうこと。ということで、なんかまだだいぶ続くみたいなので、そうだね、ちょっと一回いい感じに区切れがついたかなって思ってるんで、ここでやめておきたいと思います。はい、終わんなかったね。やられたわ。ということで、続きはまた次回。また。